アメリカの航空会社が飛行計画を提出したことについて、称賛すると述べて評価しました。一方、国内の航空各社に飛行計画を提出しないよう求めている日本政府の対応については、わざと政治問題化させていると批判しました。その上で、中国に協力するよう訴えました。